写真家にとって必要なことは、まあ、全ての場面、全てのお仕事で言えることだとは思うんですけれども、覚悟が一番大事なんだと思います。写真家として生きていく覚悟、いい写真を撮る覚悟、成長し続ける覚悟、そういったものをその都度その都度人生で覚悟を決めていって前に進むことが大事なんじゃないかなと思っています。私が写真家になった理由なんですけれども、自然が大好きで、子供の頃から自然を守りたい、大切にしたいという気持ちがありました。目の前に広がる風景のもの全てが命なんですよね。なので生きているそのエネルギーってすごく感じていて、そういう思いを感じながら撮影して表現することによって見る人に伝えていくことができるのではないかと思っています。機材については開放 F 値 2.8 動詞のズームレンズ3本とマクロレンズを基本的に使っています。今回特に使用したレンズは 86F2.8 のレンズなんですけれども、何気ない風景をダイナミックに印象的に見せることができるんですね。レンズが教えてくれる表現っていうのがあって、レンズを交換することによって今まで撮れなかったものが撮れたり、見れなかった世界が見れたり、そうやってこうどんどん新しい世界を広げてくれるのがレンズ交換だと思っています。富士フイルムの愛好家の皆さんがお気に入りの点がやっぱり色だと思うんですけれども、見たままの美しいそのままの色再現だけではなくて、自分の心の中の感情でさえも表現してくれるような色だと思っています。で、今回特に感じたのが黒色がとっても綺麗だなという印象を受けました。艶っぽい黒色、そしてわびさびを感じるような黒色、そういう黒の美しさを感じて自分の中の新しい表現が開拓されたんではないかなと思います。XS10 の使ってみた感想なんですけれども、小さくて軽い軽量コンパクトであることはもちろんのこと、この深いグリップとあとバリアングル、私はファインダーよりもモニターを見ながら撮影することが多いんですけれども、まあ、その理由としてはやはりファインダーで覗いて見るよりもモニターの方が隅々まで構図を丁寧に作り込むことができるっていう理由からなんです。で、その時にですね、やっぱりバリアングルがあるとこういう高い位置だとか低い位置にカメラを置いた時にとても丁寧に構図を確認することができる、それがすごく魅力的な点ですね。小さくて軽いっていう第一印象とは裏腹に描写力がすごく本格的で、すごく立体感があって、美しい階調、色再現、ハイスペックなカメラに搭載されている X トランスシーモスセンサーならではの表現力が素晴らしいと思いました。今までカメラを使ってた人は簡単に操作できることはもちろんのこと、初めてカメラにチャレンジするそんな人にとっても、モードダイヤルが搭載されることによって簡単に操作することができると思います。写真とはそうですね、生きることそのものですね。なんかこう自分の子供のようで、愛情を込めて育てて、で撮った写真を世の中に送り出す、で世の中の何かお役に立てることができたらいいなと思っています。